ろしく。本当ありがとうね。ありがとう、こちらこそ。いいね。あれ、そうだね。このベースを、うん、オーダーした時に、アツシが一番初めに反応してくれて、うん、ツイッターで。なんかセッションしよう、スタジオ入ろうよみたいな感じで誘ってくれて、いや、嬉しい、嬉しい、やろうやろうって。もう、ナオトの開封の技能 YouTube あったじゃん。うんうんうん。もうあれのね、緊張感がすごい伝わってて。開けるとき興奮と。ああ、ほんと。そうそうそう。もうやっぱ分かるからさ。あれはもうガチで、家届いたけど、我慢してスタジオ行って。それはすごかった。だからもう一緒にやりたくてさ。ねえ、ありがとうありがとう。今日ね、それで YouTube に、ね、スペシャル、ゲストに、ドラマーの三木篤を迎えて、ね、パチパチということで、やろうかなと思ってる。まあ、なんかとりあえずあれだよね。篤の紹介をちょっと軽くしたくて。うんうん。うん、まあ、篤とはね、マイキーのバンドで。そうだね、マイケル金子の、うん。マイケル金子のバンドで、うん、何年ぐらい一緒にやってる？もう3年は経ってるよね。3年ぐらいか。2017年だったよね、うん、そんぐらい。ファーストアルバムを、うん、EP を出す前だったもんね、初めて。そうだね、うん、一緒に篤とリズム隊組んでやって、うん、でね、まあ、マイキーの CD にも組んで撮った曲もあるし、そうだね、うんうん、あとね、マイキーの先輩の関口慎吾さんね、はいはい、セッキーさんがプロデュースしてる、ね、うん、あいみょんちゃんの、曲とかね、2人で、ね、誘っていただいて、うん、撮った曲とかも、もう4曲ぐらいね、あるね、参加させてもらって。そうだね、そうそうそう、あいみょんで4曲くらいあるか、うん、そうだね、やったりとかして、ね、でしかも同い年でね、そうなんかこう、いいんでね、それもね、そうそうそう、同じイノシシ年で、そう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 、だからね、俺はね、その、まあ、篤のドラムはすごい思うのがなんかタイトなんやけど、うん、すごいタイトなの、うん、タイトやけどその音像がすごいでかいっていうか、はははは、うん、バシッと結構縦がタイトなんだけど、うんうんうん、こう音が大きい、その音量じゃなくて、うんうん、音符がでかいっていう、ああ、なるほど、うん、それがすごい俺やりやすくてすごい好きで、ちなみにセッキーさんも言ってたんだよ。あ、そうなんだ。前レコーディングの時に、はいはい、ミキ君は音像がでかいんだよっつって、はあはあ、で、まあすごいフィルですごい歌ってくれるっつって、うんうんうん、タイトだけど、なんかそういう話してて、なかなかこうね、ドラムとベースのね、関係性とかいろいろ、そうだよね、聞きたいけど、でさ、篤はさ、一緒にやり始めたさ、うん、すぐぐらいにさ、うん、なんかボルコムのさ、うん、なんていうの、世界大会、はい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 、で、なんか日本代表でドラマーとしてなんか参加してたやん。そう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 。あれすごいよね。いやあれはなんかちょっと映像俺も見たけどさ、うんうん、なんかこうドラムセットにさ、うん、和太鼓を乗せて、はいはいはい、ハイブリッドでこれは行くわと思って。いやいや、うん、いやなんかさ、だって、うん、西洋のものと和のものが混ざって、うん、しかもなんかこうちょっとヤバそうな日本人が叩いてて、はいはい、あれじゃあその海外でどこ行ったんだっけ？ね、あれはね、テキサス行ったんだよ。テキサスか。だからボルコムっていうそのブランドは、うん、スポーツブランドで、うん、カリフォルニアに本社があるの。はいはいはい。でその本社のまあ人とか、うん、アパレルの人も来てたんだけど、うん、はい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 、もう15人前選ばれたんだけど、世界でね。世界で15人。そうそうそう。日本では何人？1人。アツシだけ。俺だけだったんだけど。すごいよね。で、台湾とかコスタリカとか、いろいろ集まってきて、うん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 、もうマジで行かれてるって言われて、そう、本社の人に。ああ、アツシよ。そう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 。いや、なんかね、そう、あれでしょ？クレイジーなジャパニーズファンキードラマみたいな感じで。そう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 。クレイジードラマみたいな。いや、嬉しいけどね。ちょっと流したら怖いけど、これはね、結構クレイジーだけど、ね、それで結構、その残った14人、うん、その他の世界から集まった14人も結構ぶっ飛んでる、そうだね、人がいる中、うん、日の丸しょって行ったみたいな。そう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 、そう、ね、いやすごいよ、ね、選んでいただいて、うん、なんかこうで、篤はまあサポートドラマーとかね、うん、セッションドラマーとしてもやってるけど、なんかこう自分でソロやってるじゃん、アーティストとして、うんうんうん、その辺すごいいいよね。なかなかこうドラマって難しいじゃん、そうね、そのなんて言うんだろう、ドラム一本でこう、うん、なんか表現してこう、うん、なんかね、そのライブレコード出したりツアー行ったりとかってなかなか難しいと思うけど、その辺やってんのが
あの同い年としてなかなかすごい刺激も。いや嬉しい、ありがとう。いやすごい、いやすごいいいと。なんか上の話はいいんだよ。いやいやいや、でね、俺今日はあの、やっぱりねドラマが来てくれてたから、うん、そのドラマから見たそのねベーシストの感じとかを、はいはいはい、あのなんかいろいろ聞きたくて、うん、で俺がその高校生の時に、うん、入り浸ってたあの地元のスタジオがあって、うん、でそこの入り浸ってたスタジオの、うん、あのにあの、うん、まあオーナーの方なんだけど、はい、めちゃくちゃ楽器が上手い、うん、あのおっさんがいて、うん、でそのおっさんから、うん、あの口酸っぱく言われてたことが2つあって、うん、で1個は、うん、A かただ A か、うん、お前はそのギタリストが弾く、うん、ベースにだけは絶対負けたらいかんぞっていう、うんうん、もうギタリストがまあギタリストって弾けるじゃん、一応弦がさこう一緒だからさ、この4本は、うん、チューニングは、うん、だからなんとなくまあ弾けるけど、うん、それに負けたらもう絶対仕事なんか来んし、うん、ベーシスト失格じゃんって言われてたのと、あと1個は A かただ、うん、ドラマーとは夫婦みたいなもんやけ、うん、仲良くしろって言って、仲良くせんないかんのぞとか言って、うん、だからドラマーとはもう仲良くしろっていう、うん、なんて言うんだろう、その一家の大黒柱っていうか、うんうん、まあ、歌、ね、ボーカリストとかギタリストとかが、うん、まあ言ったらこう、もう自由にさせるために、うん、そこはしっかり家を支えないかみたいなことを言われてて、うんまあ、それなんか未だに結構俺の中で今でもなんかこう忘れられない二言なんですけど、いや分かる分かる、いや本当俺も結構言われたもん、うん、それは本当そのアツシはドラマーとしてこう どういうこと言われたりとかしたベーシスト、いややっぱり夫婦っていうのはさ、うん、結構ほら、ドラママガジンとかさそういう、うん書いてる、だいたいさ、ドラマでレジェンドの人とか、記事ほら、うん、スティーブ・ガットとかずっと好きでコピーしてるけど、うん、やっぱり、まあ、ベーシストに限らないけど、うん、でも、一番その、密接してるから、本当、なおと言ったみたいに、家の、柱っていうか、うん、土台になってるから、うん、もう本当に、ちょっと口が悪いんだけど、うん、ドラムとベースがクソのバンドはクソって思ってた、はい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 、そうだね、そうだからクソにした、分かる、自分が参加するのは絶対したくないから、うん、はいはいはい、はい、なんかそういう意識ではやってるよね、あなるほどなるほど、うん、いやすごいね、ベースも弾いてて、うん、楽曲のその支配力めちゃくちゃあるなと思う、その音符の長さ一つで、そうなんだよ、めちゃめちゃ支配できるじゃん、楽曲のそのあれを、ただ俺はそのドラムとやってて、うんうん、ドラマーには逆らえないのやっぱり、はあはあ、だからドラムがもたるともう一緒にもたるし、ドラムが走ると一緒に走りたいっていうか、なんかそれを無理くり、ね、まあもちろんさリズムは絶対ベーシストは自分のリズム出さないといけないけど、うんはいはいはい、ドラムに逆らったリズムを出して、うん、やろうとしてもやっぱりいい結果が生まれてこなくて、はいはいはい、だから俺はもうどっちかというと、もうドラムがもたったらもう俺も一緒にもたるし、うん、走ったら一緒に走るみたいなこう、はいはいはい、スタンスでやってる、なんかこう逆らえないやっぱドラマには、なるほどね、なんかベースが、まあね、ずれているように聞こえるというか、はいはいはい、ドラムがに逆らうと、うん、そうだからもうそこは一緒に何、うん、て言うんだろう、もう事故る時は一緒にでもっていうかね、心中するっていうか、いや本当だからさ、うん、その達人って言われる人、うん、トッププロフェッショナルの人たちって、うんうんうん、もうなんかその例えばさクリックがこうあって、うんうんうん、それにもう合わせてるっていう次元はもうとうに過ぎてて、そうね、そうだよね、もう、うん、まあそれは大前提にあって、そう、うん、でそのクリックに対して、うん、例えばベースがちょっと遅れて入ってくる、はいはいはい、でハットがちょい前に突っ込んでんだけど、うん、最高のグルーヴっていうのを、うん、それ一緒に作ってるっていう状態がもう音楽だと思ってる。そう、分かる分かる、うん、でやっぱり複合なんだよね、うん、音楽って、ね、だから分かる、うん、本当にいいのは意識せずに、うん、こう一緒のこうタイムライン進んで、うん、グルーヴができているのが一番いいよね、そう他に合わせてっていうやるよりは、そうなんだよね、うん、そうだからね、うん、まあちゃんとね聞かないキックね聞いたりちゃんと意識しないといけない部分は結構あったりするけど、うん、なんか俺は最近そのバスドラはあまりもう聞かずに、うんうん、聞くっていうかもう勝手に体に入ってくるキックはなんかそれに合わせようとかするんじゃなくて、うんうんうん、でなんかどっちかというとスネアがやっぱ気持ちいいタイミングになんかこう入ると、うん、あこうグルーヴしてんだなみたいな感じがなんかこうすごいですね、はいはいはい、で淳はなんかそのどうベース
ドラム叩いてて、うん、どういうベースに対してこう、ね、こうどういうところが気になったり、俺ね、やっぱり、うん、直人がそのさっきちょっと言ったんだけど、すごいポイントを言ったんだけど、うん、あのそのダイナミクスとかの面では、うん、ドラムはやっぱり結構バンドとかを支配 してると思う、うん、重要でも、うん、その音楽の音の長さって、うん、すげえ大事だと思ってて、はいはいはい、うん、例えばさ、うん、あのもう音の長さで言うと絶対ベースが一番支配してると思ってるの、うんうんうん、でその音をどこまで伸ばすのか、どこで切るのかっていうのをものすごい考えてる人と、うんうん、あのただこれ結構ノリがいい曲だから、はいはいはい、ちょっと踊りながらやっちゃおうぜっていうふうにや、はいはいはい、もうただ弾いちゃってる人と、うん、もう全然一発で変わるっていうか、はいはい、例えばね、なんかこうダンスクラシックみたいなさ、はいはいはい、さっきやったみたいな、うん、やるじゃん、うん、でダンタカトンダーンってこのシンバルをやるじゃん、はいはい、でダーンってやった後に、うん、そのバーンじゃないのよね、はいはいはい、その曲ってさ、うん、かそのこれは音を伸ばしてんだけど、はいはいはい、これと一緒にドゥーンってなってんだけど、はい、ドゥーンドゥッっていう風に、うん、どこでこう消えんのか、はいはい、音像が、はいはいはいうん、そうだねドゥーっていくのか、分かる分かる、ドゥーンドゥドゥあやっぱその辺がやっぱドラマーとしてはすげえ、ね、それはねベースやってて、うん、一番難しいと思ってて、あやっぱ始めたばっかの頃は音を出すタイミングが、うん、やっぱり意識するというか、あの、はいはいはい、音を出すタイミングをやっぱずれないようにとかって考えて、はいはい、その頭を合わせるとか、まあ頭は大事だけどね、うん、やるけど、やっぱ今やっぱ一番難しいのは、うん、音出すタイミングよりも、うん、音止める切るタイミングとか、その小説のどこで音止めるかで、うん、めちゃくちゃなんかこうキュッてなったり、うん、すごい広くなったりするし、なんかこれ正解がないじゃん、そこって。いや、分かる分かる、別に本当に個性だし、うん、だからね、その辺の変化が、うん、面白い。やっぱそれドラマもやっぱそうなんだね、そういう。いや、めっちゃあるよ、うん、なんかそこがさ、こう、うん、個性にもやっぱつながってくる し、うんなるしね、メロディックなベースラインだとしても、うんうん、なんかそこの音の長さをいかにコントロールできて、うん、いい音楽に、まあボーカリストがいたらさ、うん、すげえ気持ちよく歌えるかっていうところの、はいはい、一番の肝になってる気がする。なるほどね、そうだね、確かに、うん、その間っていうか、そう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 、間でこうグルーヴを感じるかっていうか、そう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 、うん、いやそこはね、何年かかんだろうなと思ってもうあともうそのねえ、いや俺でも直人のベースは本当、なそのさっきマイキーバンドでもやってきたけど、うんうん、もうここ2年ぐらいですげえ変わったって個人的に思ってて、うん、直人のプレイが、あ嬉しい、それはで、うん、やっぱりさ、まあもともとすげえ、うん、なんていうの、早弾きテクニシャンっていうスタイリストじゃないと思うんだけど、うんうん、俺も違うんだけど、うん、あのすごいソウルフルなスタイルだと思うんだけど、うん、さらに、うん、その俺も例えばドンツドドド、うんドドってキックがあって、うん、でベースもあって、うん、それは合わせるっていうのも俺もやっぱりある時期からちょっとあんま意識しなくなった、はいはいはい、おー、なるほど。でそのドン、うん、ドドってありつつ、うん、でツペッドゥンドゥンドゥドゥドゥっていうのを、なんていうの、ずれてなくて、はいはいはい、同じサイクルなんだけど、はいはいはい、どうそこでグルーヴを組み立てるかっていう、うん、もうなんかそこに入ってきてるなってすげえ感じた時あって、ああ、本当、あ、それはね、そうそう、なんかやっぱり、まあ淳とも一緒にやってるし、うん、他にもなんかこうやっぱ素晴らしいドラマの先輩とか、うんうんうん、ね、結構本当に一緒にやらせてもらってるドラマの人がすごく素晴らしいし、うんうん、やっぱ絶対そのドラマの体感とかリズム感とか、うん、やっぱ絶対体にもう入ってるし、はい、なんかそういうのでちょっとずつなんか変わってきたの、マジで。やるその本当に人に恵まれてるっていうか、いやいや、うん、あでも絶対そうだよね、うんうん、だから絶対ドラマもやっぱベーシストでのやっぱこう体感の感じとか絶対吸収し、勝手に吸収してるんじゃないかなとは思うけど、俺はすごいやっぱドラマの影響すごい受けてて、どっちかというとなんかこう、あの、まあ、ベーシストも好きだけど、うん、ドラムのそのグルーヴから得るものが多いなっていうのもあるかな、いやもう絶対そうよね、そうか、なんかそのちょっと音符のあの違いちょっとあのやってみようかな、うん、あの今アツシドラムのやってみようよ、あれ例えばさ
が変わるっていうかね、全然違うね、うん、そう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 、まあどっちが正解かはないけど、うんうんうん、なんか A メロは割とかっこいいなと思って、この曲、いや、うん、ドラムがすごい単調だもんね、そのまあシンプルというか、そうなんだよね、そうだよね、これだからわりかしベースでかなりやってるよね、あ、確かに確かに、曲聴くとマイケル・ジャクソンとかやっぱベースやっぱすごいもん、ね、うん、すごいよね、うん、うんうんうん、これだけでかっこいいそうそう、確かにもう10分ぐらいね、この基礎練だよこれ多分10分やってても気持ちめちゃくちゃ使えるけど、うん、なんかさ前さ、教えてくれたバンドあったじゃん、めちゃくちゃ良かったよっつってガールズバンドの、うんうん、あ、聞いた、なんだっけ、うん、ハンプハンプバックハンプバックか、うんうんうん、あれさ、めっちゃいいめっちゃいいよね、なんか俺ら世代にめっちゃ響くよね、いや、そうなんだよ、曲がなんかこう、なんだこの
泣きそうになったあの曲聴いて、少年、背景少年だっけ、やっぱ今若い子って結構ああいうね、シシャモとかもね、なんか聴くと結構グッとくるし、若いバンドで、面白いよね。いや、いいよね、かっこいいよ。ね、そうそうそう、かっこいいよね。もう楽器を手に取りたくなる。そう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 。本当それこそさ、下北屋根裏とかじゃない、うちら。そうやね。東京で言うとさ、下北界隈。なんかこう、ああいうの聴くとやっぱり、初心をすごい、ね、取り戻す。そう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 。なんか、あんなんき、あ、こういうバンド聴くんだなと思って、意外だった。なんかさ、セッキーさんプロデュースでさ、あいみょんでさ、あいみょんちゃんの朝日、すごいなんか俺の周りでもリズム帯めっちゃいいねっていう、あ、マジで、よくて、マルシでもよく聞くとギターもすごいよねリズム帯って思うんだけど、ね、ギターもめちゃくちゃワウでカッティングしてて、そうだから俺はなんか俺はあの曲初め聴いた時に、ギターがすごいファンキーで細かいことやってるから、あ、俺はちょっと大きく弾こうと思って、はいはい、スラップで音数、まあスラップで弾いてって言われてたんだけど、あんまりめちゃくちゃ音数入れると、もうなんかこうちょっと詰まっちゃうっていうか、はいはい、だから俺はなんかこう大きく広く、なんか勇ましくスラップしようと思って撮ったんやけど、なるほどなるほど。アツシはなんかどういう感じで撮ったの？そうね、でもあれ相当やっぱタイトな感じをやっぱり、そうだね、ちょっとあれか打ち込みっぽい A メロとかはすごい、そうだね、俺もなんかこう打ち込みっぽいベース、でもなんかさ、あの曲さ、やっぱりそのあいみょんちゃんのさ、楽曲って全部多分カラーが違うからすごいな、引き出しがめっちゃあるなっていつも思うんだけど、セッキーさんのプロデュースももちろんすごいんだけど、あの曲はなんか自分の中ではやっぱすげえ海外の、海外臭がちょっとある感じがあるっていうか、その J-POP とかインディーズっていうよりかはなんかすげえガッチガチのミュージシャンがやってるみたいなイメージでやってたけどね、すげえかっこいいよね。なんかさ、すごいファンクっぽい感じ。あ、そうだよね、すごいファンクっぽいけど、やっぱセッキーさんのギターのサウンドがすごい今っぽいっていうか、そのファンクなことやってるけど、で、あいみょんちゃんが歌うと、より、もう、あいみょんの曲になっちゃうっていうか、そう、だから、まあ、ベースもちょっとなんか勇ましく撮ったけど、結局、そのあいみょんちゃんの歌が、もうドシッとしたのが入ると、あ、もうこれでなんか何でもよかったんだな、みたいな。そうそうそう。いや、すごい、あれは、なんかこう、音もね、音もすごい好きで、低音感も、ミックスの。かっこいいよね、あれ。なんかね、ぜひ聴いてほしいけど。ベースになってますよ。ベースはね、あれはヴィンテージで弾いて、あ、そうだったよね、あれはね、ヴィンテージの65円の雑誌で弾いて、勇ましく、太く、やっぱりこれでレコーディングしてたらまた違う、こっちでレコーディングしたらもっとパキッとなってたかな、はいはいはい、まあ、これでも全然すごい合ってたと思うけどね、なんかね、そう、あれもね、面白かったよね。ちょっとさ、弾いてみてよ、その、どういうパターン、なんかさ、A メロさ、一緒にやってよ。いやーかっこいいよ。いやこれ久しぶりだからちょっと覚えてるか分かんない。できんのかな。
あれだね、あの A メロとかって音数少ないんやね、ドラム。あ、少ない少ない。ねえ、うん、ギターだ、あれは。そうだね、そうだね。ファンクな感じ。もうだって8だもん。ねえ。音数はギターで、この。そうなんだよね。あのグルーブ出したんだ。うん。さすが。さすがですね。ギターヒーロー。これかっこいい曲よね。また PV も良かったよね。良かったよね。かわいい。うん、まあなんかやっぱ、恵まれてるわ、俺は。やっぱりいいドラマーと一緒にできて。なんかこうやっぱさ、怖いし、ドラマーが怖い人だったら無理だもん。なんかこう20代の頃だったら、あの、何クソってついていくけど、この年になって、その相方のドラマーがめちゃくちゃ怖い人で、常になんかこう、プレッシャーを与えてくるような人だったら、はいはい、ちょっと逃げると思う。いや、わかる。いや、俺も逆もそうかもしんない、うん、ベーシストがね、怖かったら。そうだね、うん、なんか、それはそれですごい勉強になるんだろうけど、うん、やっぱ伸び伸びとやるのが、楽しくやるのがね、やっぱり。そうなんだね、ね、だからその点すごい恵まれてるなって。いやいやいや、こちらこそですよ。いやいや、どう、これからね、あれだもんね、ライブ見に行くもんね。そうそう。大神田智彦さんのね、あの、もう超ベースの先輩のグルーブをちょっと今日は、ね、グルーブを体感しに、あの、浴びに行こうかな、うん、俺多分今年初かもしれん、あの、ライブ見に行くの。あ、ほんと。うん。あ、俺もほとんどないな、やっぱり。ねえ、その定期的にさ、やっぱそうやって行くとさ、すごい刺激になるけどさ、うん、なんか今年はなんかやっぱほとんどライブもなかったし、うん、うん、行く機会なかったけど、はいはい、今日は本当にあの、ちょうど良かったよ、なんか誘えて。いやー、うん、日程があってね。ありがとう。なんか俺今思い出してさ、うん、最後これちょっとあれなんだけどさ、うん、なんかすげえスピリチュアルなんだけど、はいはいはい、絶対あるなっていうの一つ言っていい、うん、あ、うん、あのさ、うん、一緒に、うん、例えば車でドライブするときに、うん、じゃあ俺が運転して、うん、直人が助手席に乗る、うん、まあデートじゃないんだけど、うん、乗る、まあ、今日みたいにライブを誰かと一緒に行く、はいはい、移動するとかね、そういう時に、うん、俺昔からあるんだけど、うん、直人もあんのかな、うん、同じ音楽を聴いてるじゃん、うん、そうすると直人が聴いてる音が聞こえんの、うん、要は何を聴いてるかっていうのが分かるわけ。あ、その別で向かっててってこと？違う違う違う、同じ例えばさ、うん、ロック・ウィズ・ユー聴いてるっすんじゃん、うん、はいはいはい、そうすると、うん、例えば俺はすごい今まで歌を聴いてたとするじゃん、うん、その曲の、うんうん、結構歌が6割ぐらい聞こえてた、うん、だけど直人はベーシストだから、うん、ベースをよく聴いてたとするじゃん、うんうん、そうするとあ、ベースめっちゃ聴いてる、あ、めっちゃこの曲ベースやっぱいいなっていう、あ、その気づかされるって、そうそうそう、聴く人によって変わんの。あ、そうなんや。それが車の、うん、だから、うん、すっごいこれちょっとスピリチュアルじゃないんだけど、うん、あ、じゃあ俺が乗ってたら、うん、俺が普段結構ベースやっぱ聴くから、そうそうそう、何も言わずとも運転してたらベースが聞こえてくんの。それがめちゃくちゃスピリチュアルじゃない？だから DJ の人とかさ、トラックメーカーと一緒に聞いてるじゃん、うん、そうすると聞き方が違くて、ここネタで使えるとか、ここループさせたらかっこいいなっていうところが聞こえてくるの。それはすごいんじゃない？俺はないよ、その脳。いや、ないない。いや、だからなんかすごいこれを見てる人にちょっと伝えたかったのは、うん、その一人でライブ行くのもいいけど、うん、一緒にやってるバンドメンバーとか、あー、なるほどね、尊敬してる人と一緒に何かを、映画でもいいんだけど、うんうん、一緒に同じ空気を吸って体感する、うんうん、で、あ、これ今日こうだったよねっていう感想を言い合うとか、うんうんうん、めっちゃすげえこの年だって大事にだなと思ってて、あ、じゃあ一人で行って、まあ、自分の主観で楽しむよりも、うん、その一緒に行った人の感覚が自分にも、そう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 、うん、それはね、さっき言ったように、うん、一緒に やっぱやってるドラマーからの、うん、そのドラマーが聴いてきた音楽とか、うんうん、聴いてきたグループとか練習してるグループとかが、はいはいはい、すごいこう入ってくるっていうか、あの、まさにだから、もう別にその人が何を言わずにしても、ね、なんかそういうものに似てたりもするのかもね、はいはい、いや絶対同じだと思うんですよ、面白いね。面白い、うん、いやいや、ほんと今日はなかなか結構貴重な話も聞けたし、うん、うん、面白かった、うん、面白かったと思う、本当に。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。見てる方ね。ありがとうございました。まあ、ね、そんな感じで、今日は、ドラマーの、三木敦志を、お迎えして、ちょっとね、スタジオからお届けしたんですけど、ね、また、ちょっと面白いこと、思いついたら、更新するんで。で、なんか敦志のね、
あのちょっとあの結構ねオンライン的なオンラインでも結構ね、うん、この配信ライブやったりとか結構いろいろやってるし、そのね、ぜひあのチェックしてみてください。よろしくお願いします。うん、そんな感じで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、ありがとう。ありがとう、マジで、マジで、まあ、ちょっと飲もうぜ。飲もう飲もう飲んで食おう。